ケールは、油中の野菜。和名は、緑葉観覧、羽衣観覧。地中海沿岸が原産で、キャベツの原種の野生観覧 B オルラシアに近い。温暖な気候であれば一年中栽培可能で、収穫量も多い。キャベツと違って結球しない。食物繊維、カルシウム、ビタミンといった栄養に富み、ビタミンの含有量は、緑黄色野菜の中でも多い。日本では、 青汁の材料として利用されるほか、近年はサラダや炒め物などの具材としても使われる。青汁を製造する9歳の研究開発担当者によると、青汁に含まれるケールの苦味は歯では感じられず、ペースト状にする過程での酸化により生じる。酸素に接触させないよう加工すると苦味を抑えられるという。苦味があまり感じられないようにした品種改良も進められ、 蒸気のように生殖もされるようになっている。ケールを含む、油中の植物は、エスメチルシステーンスルフォキシドを含み、半数動物の腸内での化学反応の結果、ジメチルジスルフィドへと変化し、牛や羊などでは、溶血性貧血を起こす。また、緑内障予防の効果が指摘されている。1990年、メキャベツとの交配により結球しない品種が、 静岡県で開発され、プチベールの名で販売されている。ありがとうございます。